諸橋近代美術館は、福島県北塩原村にある美術館である。シュルレアリスムの巨匠サルバドールダリの作品において、世界第4位の所蔵数、かつ、サルバドールダリの出身国スペイン国外においては、アメリカに次いで、世界第2位の所蔵数、さらには、アジアで、唯一のダリ常設美術館として知られる。裏番台の五色沼近くにある美術館である。 郡山市に本社を置く、スポーツアパレル用品小売店、ゼビオの創立者、諸橋帝造のコレクションを元に設立され、公益財団法人、諸橋近代美術館が運営している。館長の諸橋英二は、帝造の長男、登録博物館施設。公式サイトの URL が、d a r i j p となっているように、サルバドール・ダリのコレクションが充実しており、 約400点を所蔵する。ダリの収蔵館としては、スペインフィゲラスのダリ劇場美術館、アメリカ合衆国、フロリダ州セントピーターズバーグのダリ美術館と並ぶ規模とされる。他に西洋近代絵画も所蔵する。主にクリスティーズやサザビーズなどのオークション会場で作品収集を行っている。宇宙像、時間のプロフィール、記憶の持続、カタツムリと天使、 天使のビジョン、バラの頭の女性、ニュートンに捧ぐ、不思議の国のアリス、人の形をしたキャビネット、白鳥イコール像、引き出しのある、ビーナス、カ古的女性胸像など、テトゥアンの大会戦、ビキニの三つのスフィンクス、柄とロブスターの肖像、日没大気の偶ーは、柄の建築物、ロックンロール七つの芸術、オリンピアンのゼウス像、反プロトン的聖女秘翔点、 蝶とドウの風景、蝶のいる時の塔、ジャック・ウォーナー夫人の肖像、アンウッドワードの肖像、キャバレーの情景、庭の少女たち、パント、くるみ、大胆な試み、甘美な死骸など、ダンテ、新曲、ドン・キホーテ、哲学者の錬金術など、ありがとうございます。